沢アナウンサーに100の質問。なかなか柳沢さんとこうして共演する機会もありませんので、まあ確かにそうですね、スポーツ。そうなんですよ、なかなかお話しする機会も、ね、お互い勤務が重ならなかったりっていうのがあるんで、あ、まあそう、そうね、今日は楽しみにやってきました。坂木原くん、はい、下の名前祐介、はい、でしょ、弟祐介なんです。あ、そうなんですか。そうそう、だから私は勝手にね、その弟感覚で、はい、あ、そう。ではでは、そんな調子で早速いきたいと思います。第1問です。お名前は？柳沢あやみです。どんな漢字を書きますか？彩り、色彩の際に美しいで、あやみ、柳は木変で、沢は画数が簡単な方の沢です。はい。生年月日、年齢は？1987年10月14日生まれ、今年、はあ、36歳の年ですね。遠い目。出身は？名古屋市です。身長は？163。趣味は何ですか？趣味、食べ物のことを考えること。へえ、いつも考えてる。いつも、あの、食べた瞬間から次のご飯何にしようって。特技は何ですか？特技は、あの、たわいもないおしゃべりをずっとすること。あと、あれもあるんですよね、皿のせる。ああ、それバイトの時に培ったね、はい、あの、3枚ぐらい、まあ、4枚ぐらいの、はい、あれもありました。座右の銘は？は、まあ、2文字ですけど、誠実。うん、大事。長所は？長所は前向き。短所は？短所は、おっちょこちょいかな。あんまりそういうイメージないですけどね。いやいやいや、めちゃくちゃおっちょこちょい。はい。ニックネームは？ニックネームは、あの、小学校の時にキューピーって担任の先生につけられてました。へえ。キューピー人形のキューピーになんか似てる、はい、その時が他人の先生に言われてた。はい。では他人からどんな人と言われますか？あー、まあおしゃべりな人じゃないですかね。では好きな食べ物は？好きな食べ物はイチゴ、マグロ。赤い。好きな飲み物？飲み物はルイボスティー。おお。では名古屋名物で好きなものは？味噌煮込みです。うん、僕も大好き。いや、もうね、あの硬さは譲れないですね、硬さ。卵はどうしますか？卵は絶対最後まで崩さない。ああ、僕もね、沈めるんですよ。ああ、でも分かる。あの、最初に来た時には上の方はだいぶレア生だからね、割れさせないようにしてから一番最後に取っとく。いやー、よく分かります。では次が16問目。あ、まだ。好きなおにぎりの具は？好きなおにぎり、おかか。好きな寿司ネタは？マグロ。好きな焼肉のメニューは？焼肉食べてないですよ。タンかな。では苦手な食べ物は？苦手は、これ最近なんですけど、揚げ物。おお、ちょっといいもたれ。いもたれがね、もう全然受け付けなくなっちゃった。では20問目。お酒は好きですか？飲めません。おお。では居酒屋で飲むとしたらどんなもの？いや、だから本当に飲めなかったんで、あの、トマトジュースとなんか割って飲む、レッドワインみたいなものを、あの、20代の時は頼んだ記憶。では居酒屋で注文する食べ物は？注文する食べ物は、あの、茄子の浅漬けは好きです。ああ、いいっすね、漬物。家で料理はしますか？しますよ。何を作るんですか？ハンバーグが多いですね。おー、はい。朝食はパン派ですか、ご飯派ですか？パン。甘党ですか、辛党ですか？甘党。おお。何時に寝ますか？23時前には寝ます。早い。平均睡眠時間は？8時間くらい寝ます。よく寝ますね。よく寝るでしょ。へえー。よく寝るんです。寝相は良いですか、悪いですか？いや、いいですよ。うん。寝るときはパジャマですか、部屋着ですか？部屋着。お、寝るときは真っ暗、電気をつける？真っ暗。休みの日は何時に起きますか？休みの日も8時前には起きてます。早いですね。休みの日何をしていますか？だいたい、あの、スーパー、ショッピングモール、公園、その3択の中から選んでます。インドアですか、アウトドアですか？でもインドアですね。うん。住むなら田舎、都会？ちょっと田舎。おお。海が好きですか、山が好きですか？山。行くなら過去、未来？未来。どうして？山だって未来のこと気になりません。子供の頃の夢は？アナウンサー。おお。
得意科目は何でしたか？美術。おお。では苦手な科目は？数学。その科目どんな成績でしたか？いや、もう恥ずかしながら再試験は数多かった。では子供の頃、幼稚園の時どんな子でしたか？落ち着きのない子。小学生の時どんな子でしたか？小学生の時も通知表に柳沢さんは元気でとてもいいんですけど、もう少し落ち着けるといいですねって書かれてました。では中学生の時は？中学生は学力に悩んだ。高校生の時は？高校部活ばっかりやってました。おでもその学生時代やっていた部活何でしたか？バトントワリング部です。おいつからアナウンサーを目指しましたか？小学校高学年ですね。なぜ？担任の先生に、声を褒められたから。おもしアナウンサーになっていなかったら？百貨店の販売員とか。あーぽいぽいぽい、はい、イメージ湧きます。ではアナウンサー以外のテレビ局の仕事をやるとしたら？ディレクター。おお。学生時代のアルバイトは？ホテルの配膳業です。宴会場。シフトは週いくつで入ってました？週3ぐらい入ってましたね。ではこれで50問までいきました。次52問目です。好きな色は？色、緑。好きな言葉は？好きな言葉、なせばなるか。好きな映画は？好きな映画はリメンバーミー。好きな漫画は何ですか？漫画ね、ほとんど読まないんです私。おバス。いいと思います。好きな YouTuber は？ YouTube もね、ほとんどこれといって見てないんだけど、子供のためにキッズチャンネルとか歌ってくれるやつが、あれはすごく見てます。はい。好きな動物は？犬。ペット飼ったことはありますか？あります、犬。おお、はい。好きな季節は？秋。好きなアーティストは？好きなアーティスト、嵐。カラオケでよく歌う曲は？カラオケはでも浜崎あゆみさんとか嵐、そのあたり90年代のねヒット曲中心です。初めて自分で買った CD は？これは初めてはブラックビスケッツのタイミングなんです。おお。先日復活したでしょ。そうか、ああそうですね、そうですね、そうね、名前はよく知ってますね。ではリフレッシュ方法は？リフレッシュ方法は子供と遊ぶこと。最近落ち込んだことはありますか？ありますよ。主に仕事。よくやる癖ってあります？よくある癖はね、眉毛を描く。あこれ描いて描く、はい。では口癖は？要するに。へなんか職業っぽいですね。いや、これね、そうまとめたがるんですよ。続いて、話は聞く派ですか、する派ですか？どっちも好きだけど、多分する方が多いです。おあ、今度これ気になります。初恋はいつですか？初恋は、幼稚園かな。はいはい。初デートはいつですか？初デートは、多分19歳の時。おどこに？山崎川の桜だった気がする。では、ドキッとする異性の仕草は？ちょっともう自分の中に化石みたいに眠りすぎてて、なんだろうね。でもスーツ姿はね、素敵ですよ、はい、男性の。スーツが多いですね、僕ね。スーツ、続いて、バレンタインは手作り派ですか、購入派ですか？購入派ですね。美味しいですからね。72問までいきました。73問目、はい、部屋は綺麗ですか？まあまあ綺麗。うん。私服のこだわりは？黒かグレーでシック。どのくらいの頻度で買いに行きますか？まあ2月に1回ぐらいですかね。続いて76問目。よく話をするアナウンサーいますか？これは共演してる番組の関係もあって、夏目さんが多いですね。はい。ちゃんとですね。はい。アナウンサーで入れ替われるなら誰に？この若狭さん。おお、はい。若狭さんですね。やっぱ喋りが。喋りがっていうのと、あと、本当に池に一回落ちてるみたいな。本当にリアクションとレポートが自分で、できるのかっていう。落ちたとてね。アナウンサー以外で入れ替われるなら？なんだろうな。三井幕はね、総理大臣とかいうこと。大変そう。やってみたい職業ということで、パン屋さん。パン屋さんやってみたい。うん。
CBC アナウンス部の第一印象。明るいな。あ、変わってないですね、ずっと。変わってない、ね、今も明るいですもんね。変わってないけど、あの明るいなってちょっと圧倒されるぐらい明るかった。うん。続いて80問目、ずっと使っているものはありますか。ずっと使っているものはハサミかな。へー、はい、まだ切れますか。まだ切れます。あの小学校5年生の時に家庭科の授業で、あのお裁縫道具とか買いませんでした。あの時に買ったハサミをまだ使ってる。すごい。へー。ではいつもカバンに入っているもの。最近はプロテイン。筋トレですか。え、筋トレ。筋トレっていうか、なんかやっぱり自分の食生活がタンパク質が足りてないから、ソイプロテインを飲んでちょっとお腹減った時の栄養補給。へえ、はい、そういう使い方もあるんですね。やってます、はい。うん。コンビニでつい買ってしまうものはありますか。お菓子。無人島に1個持っていくとしたら。甘いもの、お菓子ですね。うん。冷蔵庫にいつも入っているものは。パン。冷凍庫にいつも入っているものは。冷凍、焼きおにぎり。うん。最近買ってよかったものは。ホタテの、冷凍のホタテ。あの大量に買いました、北海道の。では87問目、今までで一番高い買い物は。これは物じゃないんですけど、大学時代に行ったアナウンススクールの授業料。いくらぐらい。30万円ぐらい。結構ね、それぐらいしますよね。では89問目、今所持金いくらですか。今は多分5000円ぐらいです。おお、キャッシュレス派。キャッシュレス派です。そういうことですね。はい。はい、では90問目、一番旅行に行きたい場所は。北海道か沖縄。両極端みたいな。今まで行って良かった場所ありますか。これはあのロケで行かせてもらったんですけど、長崎の五島列島で野生のイルカが泳いでるのを見た。へえ。いいところだった。では過去の自分に一言。過去の自分、なんだろうな、過去の自分、言っとくならば、慎重に行けよ。大事です。大事です。放送前にやることはありますか。放送前には、まあ、お手洗いに必ず行くっていうのは、決めてますよ。今までで一番よくできた仕事は。よくできた仕事、いや、これ、いろんな意味で頑張ったなっていうのは、元旦のお正月初日の出中継を白川郷でやったこと。おお、あの全国ネットの。はい。森田さんのお天気の番組だった時に、12月31日の夜6時ぐらいに高山に入って、で、深夜0時回って3時ぐらいにはもうホテルを出発して白川郷に行って、朝6時ぐらいの真っ暗な中、初日の出はもう絶対見られないロケーションなんですよ。はい、白川郷ってもう山に囲まれてる。ああ、確かに確かに。なのに初日の出中継をやった。ではアナウンサーをやっていて大変だったことは。一言が本当に命取りになる。誰かを傷つけてしまうこともある。アナウンサーをやっていて一番良かったこと、感動したこと。感動したことは、ニュースを読んだりナレーションを読んだりした時に、わっアナウンサーっぽいって言われることが、自分も少しそこに近づけたのかなっていう風で感動しました。はい。アナウンサーとして今後やってみたいことは。全部の市町村を回ってみたいっていうのがありますね、東海さん。おお。では残り3問です。はい。CBC テレビ一押し番組は。一押し番組はちゃんと。うん。CBC ラジオ一押し番組。はい。今私が出演しているキクラジオです。では最後に皆様に一言お願いします。この地方で育ち、この地方に育てていただきました東海地方の皆様、そして全国の皆様、今も、柳沢頑張っておりますので、ぜひ CBC テレビラジオ見て聞いていただければ幸いです。ありがとうございます。